帝都アンバルを目指す新政軍は小熊山脈東方を迂回し、同盟領を通過して南下する新軍路を選択する。新帝国派の同盟諸侯グロスタール家領を通過するため、反帝国派の筆頭リーガン家の当主クロードに協力を要請。クロードにグロスタール家の兵力を引きつけてもらう約束を取り付けると、同盟領と帝国領を分かつアミッド大河を越えるべく、ミルディン大橋へと軍を進めた。敵襲です。落ち着いて敵を迎え撃ちなさい。アケロンにも救死を。間に合えば敵を攻撃できるかもしれません。敵将はラディスラバのようだな。最近名を上げている将軍だ。油断するな。
進みますわよ。戦場を広く見なくては。決めたらやるの、あたくし。先制奇襲、有利思います。立ちふさがる者はみんなぶっ倒す。うまく指揮してくれ。これで戦況が動く。この力生かしてみせるよ。この橋を奪われてなるものか。砦内に兵が詰めているようだな。まだ出てきそうだ。警戒を怠るな。私に勝とうなど少子。まだ衰えてはいないようだ。ブリギットの誇り見せました。
戦い、身も心も強くします。よし、大勝利だ。俺が強くなりゃみんなも楽になる。砦内の敵を全て排除すれば砦の制圧がなるだろう。敵が侵入してきたぞ。待機中の兵に加勢を要請しろ。弓砲台の準備も急ぐ必要があるか。侵入者どもから砦を守るのだ。はっ、彼らの死を無駄にはしない。忠誠を示すとき、背後より敵を攻撃なさい。大手柄を立てて皇帝陛下に僕ちゃんの名前を売っとかないとね。あれは同盟領の小領主アケロンだ。帝国に味方するならば倒すほかあるまいな。これで戦況が動く。よし、勝てたぞ。狙い通りに進められているな。また強くなれた。
長いものには巻かれとかないとさ、長生きできないんだよ。やっ！帝国なんかに味方するんじゃなかった。君の采配を信じよう。死にてえやつからかかってきな。言ってられないしね。さすが見事ね。ここは慎重に参りましょう。あっ、助かるぞ。私に勝とうなど少子。うまく指揮してくれ。
命を無駄にはしない。無理、いけません。警戒いります。気を嘆くがいい。有利を思います。運も実力のうちだぜ。
私に勝とうなど少し。あれ、うん、これで戦況が動く。ローレンツ・ヘルマン・グロスター、父に代わり参上した。よく駆けつけてくれました。彼らと共に敵を殲滅します。策はある。采配を信じよう。誰よりも鍛錬してんだ。負けるかよ。私ともあろうものが、これでは信徒への示しがつかん。
まく指揮してくれ。こうなる定めだったのだ。思います。運も実力のうちだぜ。眠い。眠っちゃダメだ。助かる。戦場を広く見なくては。立ちふさがる者はみんなぶっ倒す。我々の邪魔はさせん。よし、勝てたぞ。ローレンツ・ヘルマン・グロスター、父に代わり参上した。よく駆けつけてくれました。彼らと共に敵を殲滅します。君の采配を信じよう。やると決めたらやるの、あたくし。これでどうだ。邪魔する奴は残らず撃つ。助かるぜ。
まみれても泣かないもん。うまく指揮してくれ。私もまだ成長の余地があるのか。成果で帝国に抗うなど無謀だ。好機だ。助かれ。君の采配を信じよう。すまない。
考えか。誰が相手でも勝たなきゃならねえ。うまく指揮してくれ。やると決めたらやるの、あたくし。僕の死体は丁重に葬ってくれたまえよ。you
君の采配を信じよう。陛下のご恩に報いるため、ここは絶対に通しません。策を講じましょう。皆を導かなくては。見えた。狙い通りに進められてるな。これで戦況が動く。まずいか。よっしゃ、行くぜ。程度で根は上げられないね。引きこもれないよう変えなきゃ。もっと戦果を上げなきゃな。俺も手伝うぜ。兵力だって使えますし。先制奇襲有利思います。私も頑張らなきゃ。無理して死んだら元の子もないな。この命に変えてもミルディン大橋を死守しなくては。
うまく指揮してくれ。私に勝とうなど少子、まだ衰えてはいないようだ。塞がる者はみんなぶっ倒す。湧き立つ血は抑えられないね。すまない。進みますわよ。やっ、助かるよ。する奴は残らず。完全に掌握できたようだ。その程度。塞がる者はみんなぶっ倒す。いいね、また一つ強くなれたよ。主よ、敵将と彼らに従った勇敢なる兵士たちの罪を許したまえ。どうにかミルディン大橋を確保できたか。命が尽きるまで一歩も引かぬとは。帝国軍の結束も思いのほか強いな。
エーデルガルトもただの暴虐の王ではないということか。これからの戦いも生優しいものでは。失礼します。ギルベルト殿がお見えです。ギルベルト、なぜここに。いや、一体今まで何を。会ってみるほかはないようだな。ミルディン大橋を落とされたとのこと。あの守りを打ち砕くとはお見事でした。回りくどい挨拶は無用だ、ギルベルト。なぜ今になって君が。私は今かつての主君ディミトリ様に再びお仕えしております。あの方はフラルダリウス領に身を寄せ反抗の準備を進めておられる。ディミトリ殿は生きていたのだな。ええ、王都で処刑されかかったところをドゥドゥが身を挺して救出したのです。私が本日ここへ参ったのも殿下の命になります。我々は敵を同じくする者同士、共闘できる者ならばと。聞くだけ聞くとしよう。我が軍は間もなく帝国への進軍を開始します。手を携え足並みを揃えて共に帝都を目指せはしませんか。それが難しければせめてミルディン大橋の通過だけでも許可していただきたい。いや待ってくれ、我々の戦力は少なく激戦を終えたばかり。今帝国の本軍と真正面から衝突するのは時期尚早に過ぎる。橋の通行を許可するだけならば問題ないが、合流は難しいのではないか。数節でも待ってもらえるならばこちらの状況も変わるかもしれないが。いえ、今の殿下に歩みを止める余裕は。であればやはり合流はできんな。ディミトリ殿にはよろしく伝えてくれ。承知いたしました。セイロス騎士団との共闘が叶わなかったことは残念ですが、ミルディン大橋を無事に通過できるだけでもありがたい。感謝いたします。おそらく死戦となるでしょう。これが今生の別れであっても驚きません。お二人ともどうかご分を。君たちにも主の加護があらんことを。銀節の章、盾ごとの節、鉄壁の要塞。ミルディン大橋を抑えた新政軍は帝国領内への侵攻を機として準備を進めていた。そこへ驚くべき一報がもたらされる。キュオー、グロンダースで軍議中だぞ。一体どうしたというのだ。落ち着いて報告せよ。はい、グロンダース平原で王国軍と同盟軍が帝国軍と激突。三軍入り混じる大混戦の末、帝国軍は快走、エーデルガルトも重傷を負ってアンバルへと退却した模様。おお、では。ですが王国軍も全壊、ディミトリ殿は戦死なされたとのことです。ま、さらに同盟軍の被害も甚大で、クロード殿は戦死不明。
おそらく想像だにしない激戦となったのだろう。しかしディミトリが戦死とはさぞや無念だったに違いない。エーデルガルトが重傷を負ったということだけが不幸中の幸いだな。思わぬ状況になったが、我々はこれを好機に変えるしかない。帝国の主力は打撃を受け、エーデルガルトも戦線に出てこない。今なら帝国の内部へ深く侵入し帝都を目指せる。ですが旧王国の諸侯や同盟領はどうなってしまいますの？指導者や多くの兵を失ったのだ。必死に立て直しを図っているところだろう。各地の教会を使って援助し、彼らと協調して物事に当たっていける仕組みを作る。旧王国諸侯も同盟諸侯も最終的には一つにまとまっていくべきだ。そしてそれを君が率い導く。どうだ？ああ、まだ先の話ではある。今は帝国との戦いに集中せねばなるまい。さてこうなれば我々が考えるべきは、そうだな、帝国内にありながら前線拠点にできるような防備を備え、我々が帝都へと攻める足がかりとなってくれる場所が一つだけある。帝国一の堅牢さを誇る巨大な要塞、メリセウス要塞だ。ただし正攻法で攻めても勝算はあるまい。後で皆を集めて作戦を練るとしよう。ああ、久しぶりだな、先生。俺もそう思っていた。あいつの喉元まで迫ってそれでも殺せなかった。そうしていたずらに人を死なせ、また俺は一人生き残ってしまった。ロドリグ、ギスタブ、ドゥドゥ。ロドリグと同じことを言うんだな、先生は。罪を償う方法か。本当に皆難しいことを言う。それがわからないから俺はずっと。なあ先生、ここに来たのは俺の選択を誰かに話しておきたかったからだ。俺には帝国を倒すどころか王都を取り戻す力もその資格もない。だから。おい、こんなところで寝たら風邪をひくぞ。ん？どうした？いや、私だけだが、夢でも見ていたか？夢かうつつかは知らないが、もし誰かが会いに来ていたのであれば、そのものは、どうしても君にだけ顔を見せたかったのだろう。君に導かれることを、求めたのだろうな。
不満。リンク、ちょっといいかしら。あれ、ドロテア、一人でいるのは終わったの？そんな言い方しないで。ごめんなさい、私が悪かったわ。あの時は陰口のことで余裕がなくて。リン君、許してくれるかしら。いいけど、何を許すの？別に許すようなことされた覚えがないよ。それならそれでいいけど、とにかくありがとう。どういたしまして。そういえば割り切れた？陰口のこと？全然。よかったら話を聞いてくれます？え、まあいいか。何？私、あの兵士たちに言われたこと、自分でも思ってるんです。私は自分のために貴族に取り入って学校に来た孤児だった私がよ。それがいつの間にか兵を率いるようになって、先生の指揮で戦う将に分不相応でしょ。もちろん私は自分のために頑張ってるけど、本当にそれでいいのか悩む時も。ドロテアってさ、何でも向き合わなきゃいけないって思ってない？過去が悩みなら過去なんて捨てちゃえばいいんだよ。向き合う必要ないって。でも自分の過去よ。そんな捨てるなんて。君はきっとこれまで辛いこともたくさん乗り越えてきたんだろう。それはすごいと思うけど、痛みを避ける、苦しみを捨てる、辛さから逃げる、そういう生き方だって悪くない。僕はそう思うよ。でも逃げたら、これまで頑張ってきたことが無駄に。そうかな。少なくとも今の君は変わらずここにいるでしょ。誰に後ろ指を刺されることもない立派な女の子が僕の目の前にはいるよ。まあ、たとえ仕事を放置して昼寝してたって、君は君だと思うけど。その例えはよくわからないけど、あなたが羨ましいわ。私にはできない生き方をしてる気がするもの。そうかな。じゃあ試しに昼寝しに行こうか。ええ、そうしてみようかしら。これをうまく応用できれば、体が勝手に覚えてくれるわ。しっかり成長できました。もっと頑張らないと。もっと頑張らないと。こ
これをうまく応用できれば。少し分かってきたよ。ざっとこんなもんだよ。褒められるほどのこっちゃないって。ざっとこんなもんだよ。教えるのがうまくて焼けちゃう？教えるのがうまくて焼けちゃう？あら、嬉しいわね。それで、何かご褒美はないの？技術は裏切らない。難しいことはない。私は褒められた方が伸びるたちでな。また頼む。難しいことはない。少しは身になってきましたかね。極めるにはまだまだ遠いな。理解完璧です。一歩一歩前進するのみです。褒める感謝です。また頑張ります。先生の協働とてもためになります。理解完璧です。先生の協働とてもためになります。先生、教えてください。そうなんでしょうか。精一杯頑張りますね。ああ、たやすいことだ。見てくれ、この素晴らしい成果を。
強くなれたら嬉しい。体が勝手に覚えてくれるわ。私は強くなる。Thank you.
戻ってくると安らぎます。でもまた遠征なんですよね。しかも大要塞を攻めるとか、辛い辛いです。先生は辛くないんですか？でしょうね。先生に聞いたベルが間違ってました。ここに戻ってくると安らぎます。でもまた遠征なんですよね。いただきます。貴殿も愉快なことを言う。敵兵に変装して要塞に潜入するなど、成功法で落とすのが難しいのはわかるが、いやー大変そうだな。いやー作戦も不落要塞の攻略もどちらも大変そうだ。変装だけに。おお、これは私のではないか。探していたのだ。恩に着るぞ。感謝するぞ。おい、池の魚たちは毎日餌をもらってのんきに泳いでいますが、ここで魚が飼われているのはいざという時の食料にするためなんです。そうとも知らず、魚たちは当たり前のように明日も生きられると信じて泳いでいる。哀れな気もしますけど、もしかしたら私たち兵士だって同じかもしれませんよね。先生、お疲れ様です。本日も異常なしであります。次はメリセウス要塞を攻めるというのは本当なんですか？やめた方が。どんな大軍で攻めても絶対に落ちないって聞いたことがありますし、やっぱりやめましょうよ。自分はまだ皆さんとお別れしたくはありません。いらっしゃいませ。またどうぞ。お、いらっしゃい。お目が高いね。じゃ、相談成立だ。お
めが高いね。じゃ商談成立だ。お目が高いね。じゃ商談成立だ。お目が高いね。じゃ商談成立だ。また来てくれ。ああいらっしゃい。こいつでいいんだね。こいつでいいんだね。ほらよ持っていきな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 。またいつでも来てくれよ。頼まれてくれねえか。すごいな。一体どんな策で要塞を攻めるのか少し興味を惹かれますね。まあメリセウス要塞は頑固な老将軍の異名を取るくらい古い建造物ですから、隙の一つや二つ探せばある気もしますけどね。一体どん、まあ隙の一つ、5年前とは顔つきが変わったようだね。場数を踏んで心も鍛えられたかね。たくましくなってくれるのはいいが、人を殺すのに慣れちまうのは良くない。あいつらのこと
しっかり見てやれよ。人間が歪んじまわないようにな。心を湧き立ちます。奇襲私好みます。はい、狩り獲物奇襲します。奇襲、味方安全なところから始まります。犠牲減る、減ります。部屋で過ごした方々が本物の戦場で相対するだなんて、戦争というのはなんてむごいんでしょう。私とっても胸が痛みましたわ。こんな愚かしい行いはこの戦争で最後の最後にしたいものですわね。いいですね、料理。先生、今日はどんなものを作るんですか？そうですね、昔から料理は得意なんですよ。大体のものは作れるつもりです。勢いが足りないぜ先生。こう一気にグワッといっちまえ。たまには君と食事を共にするのも悪くないかもしれないな。殿下が亡くなられたと聞きました。ルルーもやっぱり。そうだといいんですけど、死体も見つかっていないようですし、もしドゥドゥが生きていたならまたどこかで会えるんでしょうか。
あなた。先生。おう。旧ファーガスの王子ディミトリ。彼は帝国を激しく憎んでいたという。指揮官が強い感情にとらわれたまま軍を率いるなどあってはならないのに。彼が命を落としたのは人としての感情を抑えられなかったからではと思うと。なんだ先生、ディミトリに会った？夢かうつつかはわからないか。何を意味するのだろうな、その出会いは。気が利くな。気が利くな。気が利くな。おい。先生が指揮してくれれば、どんなに不利な戦いでも絶対に勝てるってみんな思ってるみたいだよ。次も期待に応えてくれよな、先生。じゃの、東方協会からの情報では同盟領内はかなり混乱しているようです。名手の安否が未だ不明の状態で、諸侯は互いに腹の探り合いをしているとか。こうなるともはや同盟領に協力を仰ぐのは難しくなってきましたな。秋の海戦でフォドラの情勢が大きく動きましたね。そもそもの契機は我々がミルディン大橋の帝国軍を退けたことに他なりません。海戦で命を落とした者たちに報いるため、我々も命を賭して次の戦いに臨まなくては。堅牢な要塞も守る将が無能ならば簡単に落ちるとか言いますけど、メリセウス要塞はどうなんでしょうね。まあ僕が皇帝だったら大事な要塞に無能な将なんて絶対に起きませんけど。すみません。私は帝国を追われてここに来ました。帝国領内に我々の居場所はありませんから。
とはいえ帝国領内にもまだセイロス教の信仰を捨てずにいる人々がたくさんいます。いずれまた帝国領内の教会を再建できると良いのですが。何か用か？これでいいか。よし、終わったぞ。また来てくれ。海戦では本当に多くの人が死んだって聞きました。それでも翌日には平気な顔で次の戦いの準備をする。戦争というものは大陸を舞台にした壮大な即興劇なのかもしれませんね。舞台で事故があった翌日にも平気な顔で歌わなきゃいけないんですよ。みんな平気なふりをしてただただ自分の役割を演じているんじゃないですか。ブロンダーズのそれでセンス。嬉しいです。ありがとう先生。あなた、ブロンダーズ平原での戦いは凄惨だったようですね。クロード君も生死不明なままだし、無事なんでしょうか。確かめに行きたいところですが、そうもいきませんよね。最近気づいたんですけど、僕他の人よりも遠くまで見えるみたい。だけど矢が届かないところまで見えても入れないんじゃ意味ないのかな。そっか、敵がたくさん近づいてきてもすぐに逃げられるのは便利かも。ありがとう先生。この目の使い方もっと考えてみます。かつてセイロス騎士団にいたギルベルト殿もグロンダーズで戦死したと聞きました。彼はもともと王国の騎士だったとかで、ディミトリ王子と命運を共にしたようです。ギルベルト殿は優秀な騎士でした。残念でなりません。帝国の兵装は兵数分用意しろなんて無茶な命令出したのはあんたか。方々に手を回してはいるが、さすがに限度がある。町中の人手を借りて作らせないとこの数は揃わんな。
こうしてテイとアンバルに近づくごとについ昔を思い出してしまうのよ。私、富と貧困、栄光と挫折、繁栄と没落、すべてがあの町にあった。懐かしいわ、もう遠い昔のようと思ったけれど、実際かなり昔になってしまったわね。セウスは帝国随一の堅牢さを誇る不落要塞として知られている。君はあの要塞の異名を知っているかね。おめえと博識で結構なことだ。しかしホドラの人々というのは何にでも誰にでもすぐに異名をつけたがる。我が輩も紋章学の父などと呼ばれているが、これも異名といえば異名かね。海戦の結果は思わぬものだったが、この機を逃すことはできない。そうだろ、メリセウス要塞はテイとアンバルを守護するために築かれた大要塞だ。要塞を落とさぬ限りテイとにはいけないが、落としさえすればテイとを裸同然にできる。攻略に必要な準備は私の方でしておく。君は出陣に備えてくれ。ベルガルト、ディミトリ、クロード、グロンダーズではかつての酋長たちが一堂に会したわけですね。それぞれどんな思いで戦場に臨んだのでしょうか。次はメリセウス要塞か。懐かしいな。俺の親父の領地にあるバカでかい砦でさ、高い壁の中に町があるんだぜ。ガキの頃にたまに遊びに行ったり。はあ、平和だったんだな昔は。要塞が遊びに行く場所だもんな。
あんたに頼んで正解だったな。ほっとしたよ。うむ、嬉しいものだね。指導感謝するよ。一皮むけた気がするな。うむ、何やら見えてきたぞ。見てくれてありがとな。なんかいつもより調子良かったな。なんかいつもより調子良かったな。今日はいろいろうまくいきました。できてましたか？もっと褒めてくれてもいいんですよ。ご指導どうもでした。できてるみたいですね。よかった。やる気出させるのがうまいんだから。今日はなかなかうまくいきました。参考になったよ。素晴らしい指導だったよ。成長できそうだ。おお、まだ成長できそうだ。また頼むぞ。どうだ先生。照れくさいものだな。また頼むぞ。だいぶ馴染んできたようだな。この結果、悪くないですよね。なんとかなってきたかな。
まだ先がありそうだね。私、連達の息近づきました。戦場以外で役に立つかな。手応えを感じられました。今ので良かったんですね。褒められ慣れてないもんで照れますね。極めるにはまだまだ遠いな。ご指導感謝します、先生。もっと頑張らないと。ざっとこんなもんだよ。褒められるほどの子じゃないって。少し分かってきたよ。教えるのがうまくて焼けちゃう？こんな夜更けにどうしたんです？いや、実はちょっと悩んでたんですよ。困ったことに気づいちゃって。前に昼寝してるだけでいい身になるのを手伝ってくださいってお願いしましたよね。でもそれが叶ったら紋章の研究なんて何の意味もなくなるかもなって。そりゃ紋章が平時に役に立つことなんてほとんどないからですよ。もちろん力が強くなる紋章が土木作業や荷運びに役立ったり、魔法の適性が高くなる紋章で人々の怪我を癒す仕事に就いたりってことはあるかもしれないけど、それって限定的な話ですよね。紋章の力がそもそも非常時戦時を意識して設計されてるっていうか、戦うための力だって僕は感じるんですよ。ま、何の根拠もないんですけど、仮にそうだとしたらこの戦争が終わらない方が紋章の研究にも意義が出ちゃいますよね。本当に争いなんてなくなったら紋章の力なんか使わなくても生きていける。まあそんなわけで紋章学者という地位の重要性と僕の昼寝を天秤にかけてくだらないことを悩んでたんです。
ですよね。まあ僕にとってはくだらなくないのかもしれません。紋章の研究やめちゃうとあなたとの接点が一つ減るのかな。先生、不思議そうな顔しないでくださいよ。こんな僕のくだらなくなくないような話をちゃんと聞いてくれる人ってすごく貴重なんですからね。これからもよろしくお願いしますよ。旋律、歌詞、すべて難解です。私、最大の苦境迎えています。皆さんと一緒に歌うのってとっても楽しいんですのね。先生、ただの疲労です。体力不足でした。そうです、ごめんなさい。このような時倒れて本当ごめんなさい。先生、気遣い注意するくれました。私聞かないでしたから。私の話聞く願いますか。先生気づいているかもしれませんが、私フォドラ来た理由、留学違います。帝国の人質でした。ブリギット反抗させない目的の私の喉元刃突きつけ、私の祖父帝国言うこと聞かせました。人質、帝国逃げ出しましたから、負けるいけません。命失わず戦い勝ちます。私帝国必ず打倒します。ブリギット生き残るため、必ず。それこそ一族の、私の祖父ブリギット王の願いです。その通り思います。私どうすれば。私一族の願い叶えたい。それいけませんか。願い、自分見つけるもの。わかりました。いえ、わかりません。わからないことわかりました。だから自分の願いわかる。その時先生伝えます。約束です。見てくれ、この素晴らしい成果を。役に立たせなきゃ意味がねえ。無知を知るところからだな。こういうことでしたのね。研究の余地がある。